京成スカイライナー放火事件は、1978年5月5日に、千葉県インバ軍水町で、日本の審査翼の革命的共産主義者、同盟全国委員会が、留置中だった、京成電鉄の鉄道車両、AE 車に放火したゲリラ事件である。1978年5月5日午前3時30分、頃、千葉県インバ軍水町の、 京成電鉄津田沼県築層五宿に停車中のスカイライナー用 AE 車の五両目から火の手が上がっているのを帰宅途中の通行人が発見し桜警察署に通報した消防車五台で消し止めたが炎上した AE29 編成の五両目は全焼し4.6両目の内部とさらに隣接して停車していた編成の五両目の外部窓ガラスにも 被害を出した。全焼した AE29 号は廃車となり、すぐに2台目 AE29 号が申請された。他の被災車両については後に復旧された。千葉県警察警備調査部の調べで、全焼した車両の座席から、乾電池やタイマーが発見された。また中核派が、 京成電鉄、相互走車場に停車中の空港特急スカイライナーの車内に突入、これを炎上させたと、犯行声明を出したことから、公安警察は、中核派がガソリンを撒いた上で、次元式発火装置を作動させた犯行であると、断定した。成田地区の鉄道施設の警備は、1978年3月から、鉄道公安が担当していた。 検索については助役らが泊まり込んで警戒していたが、犯人の侵入に気づけなかった。この事件後、当時 AE 社の予備編成を保有していなかった。京成電鉄は、スカイライナーの運行計画を見直し、新東京国際空港との合復を、当面の間減便する方策を取らざるを得なかった。当時の運転課長である、藤井浩二は、 最も影響が出にくい方法としてこの策を取ったと、鉄道ピクトリアル2007年3月、臨時増刊号で語っている。またこの事件とは別に、1978年5月19日にも、京成本線5カ所で、同時多発列車妨害が発生した。ありがとうございます。